Oh,
ケイニーカズミリュウジ、そしてリーダー兼以上のメンバーでお送りしました。私たちが宝塚本編でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いや、あの名前を言われてる時が順番取れちゃった、さ行くかなみたいな、ちょっと不安そうに聞いてらっしゃるのは、今日はうまくいった方ですか？今日はうまくいった方ですか？よろしかった、よかったです。ちなみにですね、一番大先輩ってどの一番向こう側の真ん中です。大先輩ですか？はるみさんと言います。はるみさん、はるみさん年齢聞き、年齢聞いてもいい？78、若いですね。やっぱ若いでしょ。歌うって大事ですね。あの結構あの歌うことって健康法だったりとかするけど、さらに人前で歌うとなるとやっぱりお化粧したりね、あの髪も綺麗に整えたりすると若返りますよね。今日は特にあの 声を出すにはっていう話、ずいぶん盛り上がったみたいで、はい、あの私もやっぱおしゃべりの仕事してるので、あのやっぱちょっと気にはなるんですよ ね、 そうですね、はい、ただやっぱ今日皆さん見てると本当にあのもう魔女の息だなっていう、年齢がわからないっていうねえ、あのぜひこれからもあの福岡盛り上げるために、はい、私たちのいい刺激でいていただきたいなと思いますので、はい、頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では先に写真を撮りますか？あ、じゃあ先に花束を送らせていただきます。ではリーダーと、はい、それでは迫力のある歌をありがとうございました、はい、皆様拍手お願いします。ありがとうございます。じゃあ皆さんご集合いただいて一緒に写真いいですか？お願いいたします。あ、私でかいですからね、前はい、はい、前の方に。嬉しい、私が一番若いすいません。こっちです。はい。じゃあ、 あの向こうの大きなカメラの方に。はい。じゃあ私が博多屋本店はって言ったら綺麗でいきましょう。いきます。博多屋本店は綺麗。ありがとうございました。ありがとうございます。OK ですか？どうもありがとうございました。はい、もうこれ動画になってるみたいです。はい、なんかね、写真で撮ってそのまま動画で撮って、あのちょうど皆さんゆっくり見ていただいて、あのもうちょっとこういう風にメイクした方がいいかしらとかチェックしていただいてですね、今度はこんな、あの何ウィッグとかも やるじゃないですか、こんなかぶってみようかしらみたいなね、いろいろ遊び心満載で頑張っていただきたいと思います。今日はありがとうございました。どうぞ大きな拍手お願いいたします。ありがとうございました。いや、皆さんお声がお綺麗で、やっぱあの声って性格出ますね。素直に綺麗な声がね、はい、素晴らしかったですね。と私たちみたいに濁ってないよ一言おりました。はい、ほんとね、まあ、ああいうの見るの2人はやっぱ歌いたくなったりするわけ？歌いたいです。特にここは虹色ヴィーナスの中でも歌が大好きな2人なんですよ。ああ、そうかそうか、うん、じゃあ2人でカラオケ行ったりするの？行きます。めっちゃ行きます ね、 ね、うん、そう。でも一緒に歌っちゃうとちょっと実りの声私が書き消しちゃうんで交代にね、交代で、はい、何時間ぐらい行くの2人で？いや、でも何時間でも入れますね。実り1人とかで行ってそうなんか。あ、めっちゃ行きます。1人でも行く？1人で行きます。今ですね、人から一人用のカラオケ専門店もあるんですよ。流行ってますよね今。私ね、はい、どこだっけな、あのゲイツの中で、そうです、そうです、そうです。そしてそこ CD にやっ起こしてくれたりするし、はい、自分の声を、うん、そんな絶対嫌だとか思ったらでもね、こういう若い人たちじゃなくて、はい、私よりも先輩の方が一人カラオケ結構来るって言ってた。そう、趣味の方多いでしょうね。そうだからね、うん、博多屋本店入る前にちょっと皆さんもちょっと練習がてら、うんうんうん、一人カラオケってありみたいです。だからここもあるじゃないですか、コロッケクラブ。あ、はいはい、まあ、ここはどっちかというとあの、まあ、大人数ですけど、はいはいはい、でも一人で行っても結構安いもんね。はい、安いです、めちゃめちゃ安いです。カラオケやっても本当に1時間何百円で楽しめますから ね、 ね、